ただいまから第104回全国高等学校野球選手権石川大会の閉会式を行います。選手入場。優勝星稜高等学校、一塁側から準優勝小松大谷高等学校が入場いたします。ファンの皆様、拍手でお迎えください。優勝校の表彰を行います。優勝星稜高等学校、同校の栄誉をたたえ表彰状、優勝旗、トロフィーの授与を行います。星稜高等学校代表3名は前へお進みください。104回全国高等学校野球選手権石川大会において当初の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年1月25日石川県高等学校野球連盟会長伊達徹。続きまして表彰状、優勝盾が朝日新聞社より授与されます。発表2名は前へ進みください。表彰状、優勝星稜高等学校、機構は第104回全国高等学校野球選手権石川大会で日頃の鍛錬の成果を発揮され、当初の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年4月22日日本高等学校野球連盟
準優勝校の表彰を行います。準優勝小松大谷高等学校、同校の栄誉をたたえ表彰状トロフィーの授与を行います。小松大谷高等学校代表2名は前へお進みください。表彰状、準優勝小松大谷高等学校、スコア第104回全国高等学校野球選手権スコア大会において当初の成績は乱れました。よって国民公表します。令和4年7月20日石川県高等学校野球連盟会長を担当します。続きまして、表彰状、準優勝盾が朝日新聞社より授与されます。代表2名は前へお進みください。表彰状、準優勝小松大谷高等学校、スコア第104回高等学校野球選手権石川大会で日頃の鍛錬の成果を発揮され、当初の成績を与えられました。よってここに表彰します。令和4年7月25日日本高等学校野球で続きまして、両校選手へ優勝メダル、準優勝メダルがそれぞれ授与されます。
以上で表彰を終わります。大会会長村田徹、石川県高等学校野球連盟会長が閉会のご挨拶を申し上げます。閉会にあたり一言御礼申し上げます。7月8日に3年ぶりに全チームが揃い、入場行進を伴った開会式で幕を開けた大会も、一チームをかけることなく本日をもって全日程を無事終了することができました。これもひとえに関係者並びに応援の皆様のご理解ご支援ご協力の賜物と御礼申し上げます。第7波といわれる感染拡大が心配される中、今大会は応援についても声を出しての応援は自粛させてもらいましたが、感染対策を講じながらの全校応援、ブラスバンド、チアリーダーによる応援も認める形で実施させていただき、数多くの熱戦が繰り広げられました。本日の決勝戦でも序盤は点の取り合いといった感じもありましたが、3回以降は1点差を争う息詰まる好ゲームでありました。そういった中、優勝の栄冠を手にされました星稜高等学校の皆さん、おめでとうございます。決勝の舞台で発揮された素晴らしい集中力に心より拍手を送ります。特に2回の裏ヒット5本の集中打、3回以降は粘り強いピッチング、堅い守備、特に最後のホームでのクロスプレーでのアウト、見事でございました。その試合ぶりはまさに本大会の王者にふさわしいものでした。また準優勝の小松大谷高等学校の皆さん、今日は敗れはしましたが、ここまでの活躍は見事でありました。今日の先頭打者ホームラン、2回の長打2本での得点、9回でのプレー、また準決勝第1シード北信越王者の航空石川戦では追加ダメ押しのホームラン、素晴らしい長打力を発揮してくれました。今日の諦めない姿勢も素晴らしかったと思います。今後の活躍を期待します。優勝した星稜高等学校は8月6日から阪神甲子園球場で開催される全国高等学校野球選手権に出場します。石川県代表としての誇りを持ち、持てる力の全てを発揮されることを期待します。決勝に進出した両チーム以外も、このコロナ禍で日頃の練習に多くの制限がある中、それぞれが精一杯の力を発揮していました。特に大会前、最大震度6弱の地震に見舞われた奥能登の飯田、輪島、能登、門前の各校は1回戦を勝ち上がり、特に飯田高校においては2回戦金沢泉川高校戦において3時間半にも及ぶ大熱戦を延長13回タイブレークの末勝利する、スーツの皆様に多くの勇気と感動を与えたものと思います。さらに3位となった鶴見高校の強力打線と投手力は素晴らしかったと思います。この夏で高校野球を終えた3年生諸君、どうか残りの高校生活を大切に、それぞれの夢を実現するための努力を
続けていってください。最後になりましたが、スタンドで応援していただきました保護者並びに学校関係者、高校野球ファンの皆様、審判員、医療関係者や球場関係者の方々をはじめ、本大会の運営に携わっていただきました全ての関係者の皆様に心より御礼申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。星稜高校には石川県民悲願の深紅の優勝旗をこの石川の地に持ち帰ってくることを期待します。ありがとうございました。川野俊一、朝日新聞金沢総局長が励ましの言葉を申し上げます。選手の皆様、大変お疲れ様でした。素晴らしい決勝戦でした。優勝した星稜高校の皆さん、苦しい試合だったと思います。本当におめでとうございます。春夏の甲子園連続出場達成には大変な努力やご苦労があったことと思います。春はベスト8まで勝ち進み、強豪健在ぶりを全国にアピールしてくれました。夏はぜひ石川県の高校野球の強さを甲子園でさらに見せ続けてください。小松大谷高校の皆さん、最後の最後まで見事な戦いぶりでした。さすがは昨年の優勝校という堅実な試合運びで、準決勝では第1シードのチームを倒しての今回の決勝進出でした。選手の怪我もあったようですが、それにも負けずここまで勝ち上がってきたことに、選手層の厚さと本当の強さを感じました。大会は日程通り本日終了を迎えました。天候が必ずしも良くなかった中、グラウンド整備に当たってくださった皆さん、そしてコロナ感染が拡大する中で今年も万全の運営をしてくださった石川県高校野球連盟の皆さん、審判団の方々、そして選手の皆さんに温かい声援を送ってくださった観客の皆様に心から御礼申し上げます。7月25日、朝日新聞金沢総局長、川野俊一、ありがとうございました。連盟旗、朝日新聞社旗を奉納いたします。選手、周り右、脱帽、スタンドの皆様、起立、脱帽の上、掲揚台にご注目ください。
を奉納いたします。優勝校と準優勝校がダイヤモンドを一巡いたします。両チームに絶大な拍手をお願いいたします。役員の皆様、ご退場ください。